皆様こんにちは、えー、我々はまあ何事もですね新たなことに挑戦するっていうことには、まあ、非常な、まあ、あ困難さやリスクがありますし、まあ、勇気のあることじゃないかなと思うんですけども、まあ、一般的に人は誰でもまあ非常に安定した、ね、地に落ち着いちゃう安全なところに入っちゃうとそこからこう抜け出して新たな挑戦をしようというのがね、えー、なかなか勇気を持ってできないことが多いんですけども、まあ、本日登場してくれるプレゼンターの えー、福沢義孝先生は、まあ医療、教育、研究、まあ国際的なあ活動、まあそういうところ、あらゆる分野にですね、多岐にわたって、えー、様々な、あの、挑戦をされて、まさにパイオニア、チャレンジャーだったと思うんですけども、今日、あの、準備していただいたスライドも、もう何、何十枚というか100枚近くあったりして、<laughs> えー、それを見るだけでもちょっと、どんな話聞けるのかなと思って楽しみであるんですけども、<laughs> まあ先生のね、その、 福沢先生の経験をまあ生かして、えー、その実体験をもとにして、まあ、今の若い、えー、ティーンネイジャーから医学生、若い人たちにえ何かアドバイスをしていきたいなと、していただきたいなと思いますので、今日は福沢先生よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、町先生ご紹介ありがとうございました。第105回未来の医師への贈り物、はい、福沢義孝先生、えー、愛知医科大学に所属されてますけども、まあ、キャッチフレーズとしては、 患者さんファースト。まあ、家族の一員というような感じで、患者さんファースト。それから、未来の医療、未来の医師、ワンティーブ。で、三つ目は、サイエンスとアートを有する医師ということをキャッチフレーズに今日はお話しいただきたいと思うので、まず先生、ご自身で、えー、スライドを進めながらよろしくお願いします。はい、ありがとう。今日の発表者はですね、福沢で吉高と申します。えー、未来の医師への贈り物ということで、105回を記念しまして、 ええ、バ先生からご依頼をいただきました。で、2番目にありますとおりですね、未来医療を担う若き宿命者、若き未来医師へのメッセージということで、キャッチフレーズとしましては、私はいつもあの、夢、神、それから運命、道、勇気、情熱、希望、真面目、素直、少年のような素直さ、 ということをモットーに診療しております。たくさんキャッチワードがありますね。<laughs> はい。まあ、あの、私の今までの人生経験の中で、重要なキーワードはこれだというふうに思っています。先日の10月7日のですね、札幌での学会の、えー、せ日本先生臨床医学会で取ったものです。これは未来,未来の医師、医療にとってですね、 重要な話題を提供した学会でございます。これ本当、先生が立ち上げた本当に素晴らしい、あの、学会ですよね。私も少しお話聞いて、えー、こういう学会がね、日本に出てきたこと、できたこと、本当、あの、あの、嬉しく思います。ありがとうございます。これはですね、コロナ禍前の医学生との忘年会で、なるほど。 えー、え、忘年会をやった頃の写真、12月28日です。うん、盛り上がってますね。<laughs> はい。もつ鍋を食べながらですね、アクシスという私が作った勉強のサークル、これはあの、ベーシックライフサポート等、はい、を勉強するサークルでございまして、当初150名ぐらいが医師、それから看護師学生が、うん、集っていただきました。 でこれはあの、はい、そのアクシスという、えー、サークルがどのような活動をしているかというのをおお提示した写真でございます。BLS、まあ、とあの、B、っていうのはあの、あれですよね、えー、基本的なライフサポートのそういうコースですよね。そうです。これはあの看護師さん、それから医学部の学生さんが勉強して、全国大会もあります。 ええと、これはコロナ禍の2020年の12月で、はいえー、対面ができず、忘年会がズームで行われた写真でございます。なるほど。ついにニューノーマル、第三の生活様式の時代が到来したというのを感じさせます。そうですね。<laughs> はい。よろしいでしょうか。はい。さて、私の略歴、職歴を簡単に紹介させていただきます。 1984年3月に本学の医学部を卒業しております。え研修1年目は大学病院で、えー、しまして、その後はあ名古屋で一番過酷なあー中部労災病院で2年目の研修を終えまして、その後1ヶ月ですね、国立がんセンター中央病院の方に視察研修に行きました。そしてまあ教授の方からですね、 まあ、あの、医局に戻ってこいという命令がありまして、えー、臨床と研究に励む毎日が始まりました。うん、そして、えっ、ー、と、まあ,あ、その詳しい、まあ、人生の歩みはですね、JST のリサーチマップをご覧ください。なるほど。はい。ここで私の人生がすべてわかると思います。はい。はい。 これはですね、私のあの簡単なあ履歴、略歴をまとめたものでございます。え最初は過酷なですねえ、臨床医学系の医師、研修医の時代でございます。まあ過酷な時代でございましたが、あまあサイエンスを追求してた時代でございます。それからですね、人生が一変しまして、180度変わりました。 その後、大学に帰ってきて、まあ、いろいろ研究論文を書いて、えー、発表しているうちにですね、基礎医学系の教授としての道が開けました。なるほどで。医学教育センターというのが文科省より、えー、創設しろということで、えー、初代の医学教授、基礎医学のですね、医学教育の教授として、えーまあ、デビューしました。ここからは、うんまあ、アート、 の道が開けたと、自分では思ってます。そしてですね、一応、まあ、8年いたんですが、まあ、7年ごとの大学基準協会のですね、A、評価も A という評価をいただきまして、うん、まあ、私のやるべきことは全て果たしたなと思った時にですね、理事長の方から、また、あの、臨床の教授にどうかというお話がありまして、 あじゃあぜひ私が今までやってきたことをやりたいということで、まあ未病予防の世界に入っていったわけでございます。でその間に、まあいろいろな海外に視察研修に行きまして、えー、海外での臨床系の教授をいただいて、えー、3番目ですが臨床系教授として前に戻ってきたと。なるほど言ってみると360度ですね。また臨床に戻ってきたと。 いうことで、まあ、サイエンスアートを経験したあ人間でございます、まあ。簡単でございますが、紹介です。はい。で、私の人生の転機それから師匠はですね、ここの、えー、赤文字、記、え、憶、ー、に書いてございますが、一番大きかったのは、やはり皆さんが知る、まあ、清ロカ国際病院の名誉院長でもあります、 故、え小日野原茂明先生との出会い。そして、えー、東京大学医学部名誉教授の故、厚見和彦先生との出会い、えー、がありました。私は、あの、医学教育センターの初代教授になった時にですね、えー、第34回の富士県ワークショップで、日野原先生と出会い、それ以降、可愛がっていただきまして。有名なワークショップですよね、えー。そうです。これに出て、そこで日野原先生のご指導を仰いだと。 いいうことでございます<っ>それからですね、大学基準協会、先ほども申しましたが、認定評価 A ということで、えーまあ、十分に成果を出したということで、今度はあの、えー、今の理事長の前のですね、三宅陽三、えー、元理事長先生、その先生との出会いが非常に大きくてですね、えー、それから故渥美和彦先生との お出会いによってですね、井村先生がもともとは作った言葉なんですが、先生医療という道に入っていくわけですね。なるほど。うんはい、そして、えー、2015年に、まあ、世界初の先生統合医療包括センターというのを立ち上げることができました。うん、で、そこでですね、えー、その臨床をやりながら、 あ今、町先生がや,やられている、まあ、米国式の医学教育、6つのコンピテンシーというものを、えー、学生にも教えながらやっておりましたが、あ町先生のお、この間の、お先月、えー、9月ですか、のお町先生の出会いからあ、これは僕のレベルではとても無理だということに気がついて、<laughs> もっと勉強しなければいけないというふうに思ったのが、町先生、町淳二先生との出会い。 もっとグローバリゼーションの教育を進めなきゃいければいけないなというふうにあのフィードバックされた次第でございます。なるほどあこれはあの医学教育センターができたときの写真でございます。これはあの臨床医に戻った臨床教授になったときの初めての先生統合医療包括センターが出たときの 大学がですね、広報してくれたパンフレットでございます。えー、なるほど。この本当に包括センターではす素晴らしいなと思いますよね。私も、あの、共感しているところですけど、また後で少し話が出てくると思いますけども。はい。ありがとうございます。で、これは、あの、実はですね、私の専門は消化器内科でございまして、えー、え毎週水月曜日に簡単水内科も兼務してやっておりまして、まあ、これだけの資格を取って、 えー、最近 FACP ですね。ここに書いてある FACP、うん、とても、あの、松先生のファックスに及びませんが、取った次第でございます。これ、アメリカの内科の学会の会員ですよね。そうです。で、私の、あの、いろいろなですね、メッセンジャー RNA の研究がですね、ようやく、あの、コロナ様のおかげでですね、メッセンジャー RNA が有名になってですね、いろいろな取材をこう受けていると。うん なるほどいで。いろいろな雑誌にこう登場するようになりました。なるほど。で、これは、あの、先ほども紹介しましたが、人生の転換期に出会いまして、私を育てていただいた恩師、育ての親を,を挙げております。なるほど。いや、本当に素晴らしい先生たちに、こう、メンターとしてね、あの、巡られたっていうは、先生の大きな、えー、収穫だったんでしょうね、きっとね。<laughs> はい。 で一番、まあ、メンターとしてですね、えー、この二人、お二人が有名なんでございますが、先ほどのおや戦艦大和に乗ってて、1か月前に、あまりにも優秀なんで降ろされた、えー、向かって右、左側が祖父江一郎先生でございます。うん、そして、えー、この先生は、うちの学長、元学長です。 で、向かって右側が加藤信夫、明大総長でございます。うん、で、この明大総長と、えー、それから、あの、この祖父江先生との共通点をですね、私が、あ基礎医学の教授に行くときにですね、ドイツ語でですね、ニーム・デン・スパッツ・インディ・ハントということで、えチャンスをつかめと。なるほど。中のツバメの、ツバメというのはチャンスなんですが、 チャンスをつ,ばめとあつかめというふうに教えてくれて、私を決意させてくれた人で、えー、私は実は4回共通戦をやって、4回目にようやく圧勝で勝ちました。<laughs> なるほど。<laughs> 大変でした。これがですね、先ほど紹介しました、まあ、ISH ・インサイチューハイブリダイゼーションという。 えー、免疫伝検のです、ねうん、世界的権威であります、康路武彦名誉教授からのですね、メッセージ、お祝いのメッセージをいただきます。うん、これなぜお祝いかというとですね、次のスライドを見ていただくとわかるんですが、康路先生のところに私が弟子入りして、まあ2ヶ月で英語にまとめた論文がですね、なんと JSGE という日本消化器病学会、会員2万5千人ぐらいですが、そこのですね、 えー、研究奨励賞に、えー、トップ10、まあ、トップ、えー、9ですね、9の中に入って、うん、さらにですね、この論文がですね、うん、エディトリアルボードの目に留まりまして、高評価を、まあ、こう受けたということねありますあ、ね。研究者としては本当に嬉しいことですよね。 えまあ、ここから夢に入りますが、ええ、小島泰道理事長からですね、お尚さんでもありますので、<う>何か一言お、先生の言葉を書いてくれと。なるほど。言ったら、夢という言葉を書いていただきました。あなるほどね。素晴らしいですね。はい。で、これは小島泰道先生、お尚でもありますが、信仰の証拠で、えーえー、お酒をいただいたという中でございます。 まあ、それこそ、それこそ、お塩さんみたいな人っていうのはそのいのアート面をね。まあ、非常に、こう卓、ね、越されてんじゃないかと思うから。まあ、そういう人たちと関わったっていうのは、先生にとって大きなことだったんじゃないかなと思いますね。はい。非常に大きな出来事でございました。まあ、それをちょっとですね、うん、人生例えてみると、こんな感じだと思うんですね。<laughs> え富士山の。積雪、関節っていうのは。非常に見事で、ね、綺麗でございますが。雲、はい、のかか。 関節のない富士山というのも非常に綺麗でですね、うんまあ、まさに人の人生を表しているがごとくでございましたので、ちょっと引用させていただきました。小中学校これ、これから若手のお高校生、若手医師に向けてですが、小中高、何やってたかというと、まあ、ここの赤枠のところ、ピアノ。 それからまあ普通の習い事、あとビートルズにハマってます、ね。ビートルズ世代ですね。私もそうですけどね。はいはい、でまあギターをやったり野球部、まあぼ僕は野球部やってたので、野球のセカンドやってまして、県大会で優勝しました。<ー>ということで,で、あとはですね、勉強はほとんどやってなくて、<laughs> 野球部の3年から4年までにですね、医師国家試験の勉強終了しまして、あとはリタ。 はい、見たっていうのは他人のためにやることなんですけど、医学部の希望者のために、自分のマ,マンションというかあの、アパートに学生を呼んでですね、そこで医学部志望の人たちにボランティアで医学生の,あの家庭教師していました。なるほど、うんで。5年生から6年生はポリクリに集中して、まあ、医学部を卒業したということです。るで結婚式のときは、私はピアノやってたもんですか ホワイトクリスマスとモミの木を連弾したと。<laughs> まあ、ですから、ここから、まあ、感性というのが磨かれたんじゃないかと思ってます。はい,い、ね。<laughs> はい。で、これは私の、あの、えー、田舎の進学校なんですけども、非常に自由な、あの、進学校で、えー、先生たちがみんな東大出てて、えー、まあ、髪型もですね、自由で、服装も自由で、この頃、バンとかポロシャツ、チノパンで、 ハマりっていう言葉が流行ってました。おなるほど。<laughs> これは17歳から18歳の頃の私の、まあ、割とイケメンかなという感じ言うと、<laughs> 髪が長くて、まあ、かっこいいなっていう感じの写真でございます。で、隣はあの、集合写真でございます。これはあの、高校時代の思い出の写真で、ちょうど私がなぜか真ん中にいて、えー、みんなが群がってる写真でございます。 ですから、これ見ていただくと、まあ、学生服でありの、それから普通の服装でありの自由な高校でありました。いいですね。で、これはあの、文化祭の思い出で、バンドのボーカルを担当していたあ記憶があるんですが、まあ、それ以外はほとんど覚えてません。なるほど。で、医師としてなぜ消化器内科になったかということなんですが、実は先ほどの労災病院の話が出てくるんですが、 あここは実はあのあ、元明大のですね、有名な第三内科の教授の、元明大学長の坂本信夫先生がですね、私と飲み比べをやりまして、坂本先生は坂本龍馬の親戚らしいんですが、<お>私がたまたま勝ってしまったと。お前の行きたいところに行かしてやるっていう話になりまして、私はその当時お金よりも、 まあテクニックを早く身につく病院があいいということで、まあ過酷なですね、中部労災病院に活かされることになったわけです、うんで。そこで2番目に書いてある通り、まあ内科以外のすべて、内科もそうでしたけども、自分の希望するすべてをローテーションさせていただきまして、2年目から依然的をやっていました。うん、はい。ということで、私の、まあ、今のテクニックが身についたというところでございます。 で、今、医学教育系と、まあ、消化器内科系の、あらゆる資格を持っておりまして、まあ、人生の気づき、成果、課題ですけども、まあ、あの、二千十五年から先ほどのセンターが開始して実現しております。今、まあ、実現しようとしているのは、まあ、松先生と、まあ、共通の未来医療、で、まあ、あの、シフムという、まあ、英語の頭文字でございますが、それを六月の二十五日から、 発足した際でこれが感性を磨いた証拠でございますがたまたま練習であの精密採点を歌ったら全て100点でございましてでその前にですね実は2010年に CD デビューをしておりまして、えー、<laughs> <laughs> 私が作った CD でございます。 なるほど。あの、密かにアンダーグラウンドで売ってましたが、えー、あまり売れませんでした。<laughs> 今聞聴いても非常にいい歌なので、<え>もし聴きたい方は私に問い合わせください。ということです。はい。はい。これはあの、私が最近ですね、趣味の発声練習をしてまた100点を出してしまったということで、<ー>感性を磨くことがいかに必要かということだと思います。 で、これは、あの、海外でですね、まあ、あの、遊んでばかりいたわけじゃなくて、海外でもですね、幾多の講演をさせていただいたという証拠でございまして、うん、これもあの JST に載っておりますので、ご参照ください。本当はあちこちで講演されてますよね。<laughs> はい。で、あの、あとですね、SIU って言って南イリノイ大学は医学教育で有名なんですけども、そこにも視察研修に3月11日から行っておりますが、 それ提携したうです。で、ところが、この日にちょうど東日本大震災で津波の映像をホテルで見たというのが記憶に残ってます。あ,あ,ね、あとは、中国で有名な伏炭大学とか、河南中医薬大学とかですね、笹川財団での講演をさせていただいております。うん、まあ、これは海外体験で、えー、夢は叶うと。と まあこれは初めてですね、AGA に応募したときに、えー、いきなり公演になってしまったことで、うん、僕もびっくりして、まあ英語で公演しているところでございます。まあこれポスターで ASLD であの発表したときで、ちょうどこれがですね、記念すべき、えー、レッドソックスっていうその、えー、アメリカの球団があるんですが、86年ぶりの優勝パレードを、やったに、えー ASLD が開催された。多分2004年だったと思います。えっ、ー、と、ボストンですね。ボストン,ストンか。なるほど。はい、ボストンレッドソックスね。はい。はい。もうものすごくて、えー、僕もびっくりしました。はい。で、まあ、海外交流、海外活動ですけども、笹川財団をはじめですね、SIU の PBL とかもけん、えー、研修しましたし、まあ、本が初となる国際学会を、えっ、ー、と、愛知以外で、えー 祖父江源理事長は名誉大会のもと、私が会長で、向こうの,あの林教授っていう女の先生がいるんですが、その林教授がですね、衛生局の大臣の娘さんで、めちゃくちゃあの有名なあ世界中医薬学会中国最大の学会とコラボして大学に誘致できたということが非常な思い出です。まあ、これからも w i ズ Beyond and Corona ということでございますけども、 まあ自分で一生懸命やれば夢は叶うんだなというふうに思った次第です、うん。そうです、ね。それからあと、SIU の4年生のティカラさんという学生をですね、うちのセンターでや、あのー、研修させたんですけど、研修プログラムを私がこう作ってあげまして、えー、ティカラをおー日本の PBL あるいは o s c i で体験させた時の思い出の写真でございます。すいいらしい <laughs> はい こんな感じですね。で、まあ、これは米田コーヒーで一緒にお茶を飲んでるところ。<laughs> <laughs> そして、あの、今もですね、これ今年の11月9日もですね、最優の医学部の教員がうちに来て、えー、講演をしているところのポスターでございます。なるほど。で、まあ、本学は提携している海外の大学の一覧がこうでございまして、えー、ご,くごく最近ですね、 牧、えー、先生の大学のハワイ大学とも提携をしたということでございます。まあ、現時点で、医師としての思いなんですが、やりがいは、やはり社会医療貢献のためにやっている、リ他の精神ですね。うん、それから良いことは、患者さんの QOL を満足させるで。悪いことはですね、これは患者さんをいい加減に診察、診療している医師がまだ多いと。 あとは人を騙すことですね。それが悪いことだということをこのコロナ禍でよく知ったと。私も何回も騙されました。なるほど。<laughs> はい。実は、あの、言い寄ってくる人が詐欺師だったとかですね。なるほど。そういう関係をしております。で、あと、つらいことですけども、えー、まあ、自己決定権というのは非常にですね、アメリカから前戻ってきたんですけども、この自己決定権のおかげでですね、 え積極的に治療をすれば助かるものがですね、えー、やっぱ辛いからといって、自己決定権を行使されて、助からなかった例も多々経験したことがあります。ありますよね。まあ、諸刃の剣みたいなもんですね。うん。が、まあ、性善説でえやってきましたので、反面、逆に信じすぎて詐欺師に会うと。しかしね、性<係>善説だんか僕もいいと思いますよ。 人に騙される方が人を騙すよりはいいですもんね。いや、何度も騙されるのもつらいですよ。<laughs> なるほど。はい。それから、あと、患者さんに手を差し伸べるということですね。まあ、これは反面あの、弱みでもあってですね、患者さんからしょっちゅう毎日電話かかってくるようになってしまうこともあります。あと、何でも相談に乗る。それから、自身の病よりも、まあ、例えば自分がですね、詐欺師に騙されて、 えー、病んでる時でもで、ね、優先的に診療するということですねで。朝、昼、夕食なくしても患者ありということで、まさに過酷な労災病院時代がですね、これでした。うん、まあ、お昼はもう、お、スキー場のですね、えー、ご飯みたいな、カレーライスにトッピングで生卵をと。だから、まあ、性善説で、えー、やってきましたので、反面、逆に信じすぎて詐欺師に会うと。<laughs> しかしね、性善説のが僕もいいと思いますよ。人に騙される方が人を騙すよりはいい,<れ>い,いですもんね。<laughs> いや、何度も騙されるのも辛いですよ。<laughs> なるほど。はい。それから、あと、患者さんに手を差し伸べるということですね。まあ、これは反面、あの、弱みでもあってですね、患者さんからしょっちゅう毎日電話かかってくるようになってしまうこともあります。あと、何でも相談に乗る。それから自身の病よりも、まあ、例えば自分がですね、 詐欺師に騙されて、えー、病んでる時でも優先的に診療するということですねで。朝、昼、夕食なくしても患者ありということで、まさに過酷な労災病院時代がですね、これでした。うん、まあ、お昼はもう、おースキー場のですね、えー、ご飯みたいな、カレーライスにトッピングで生卵をと、そればっかり食べてた時代もありました。であと、呼び出しコールがあればですね、体が勝手にレスポンスしてしまうと。 まああのどまあ、非常に例としては、独身寮にいたんですが、排水管の中の音がですね、救急車の音に <laughs> 慌てて出たこともあります。あと、患者さんの悩みはすべて家族の悩みと思って対応します。それから、うん、ノーワーク、ノーペイというポリシーの必要性を、です、ね、コロナ禍において初めて知ったと。 いうことで、これもおつ、興味でも強みでもあり、えー、自身の弱みでもあるということを知りました。うん、食べてた時代もありました。あ,であと、呼び出しコールがあればですね、体が勝手にレスポンスしてしまうと。まあ、あのどまあ非常に例としては、独身寮にいたんですが、排水管の中の音がですね、救急車の音にる <laughs> <laughs> 慌てて出たこともあります。 あと、患者さんの悩みはすべて家族の悩みと思って対応します。うん、それからノーワーク、ノーペイというポリシーの必要性をですね、コロナ禍において初めて知ったということで、これもおつ興味でも強みでもあり、えー、自身の弱みでもあるということを知りました。うん、まあ、医学教育、ここは松先生の得意なところでございますが、 まあ、医学教育をやって気がついたのは、ですね、やはりボランティア精神、松、まあ、先生と同じボランティア精神で私もやってきましたんで、この分野っていうのは最も苦労するわけですね。で私の教授時代も、ですね、ほとんどボランティアで、えー、やってましたし、大学基準協会っていうのがありまして、そこでまあ認定評価 A をいただきました。それ以降、ですね、2010年に、えー、アメリカの方からですね、 えー、医学部の分野別国際認証に、えー、合格していないと USMLE が受けられないという、えー、ホームページが出まして、そ、うん、こ,こからちょっと組織改変が起こって、私が今のセンターにいるわけでございますけども、まあ、ただしですね、書類上は私たちどもも部分的適合とかいただいておりますけど、お松先生がこの間ですね、 えー、9月20日にお示しになられた米国式医学教育とはかなり格差、隔たりがあるということを感じた次第でございまして、うん、で今あの、日本もクリニカルクラークシップスチューデントとの名称変更しておりますけれども、うん、まあ実はアメリカでは、ですねこれもう医者の卵なんですよね。うん、ところがこういうクリニカルクラークシップスチューデントと名称変更したことによって、逆に臨床参加型から、 遠ざかっているような感じさえしている今日この頃でございます。思ったもんですね。<laughs> はい。で、あと若手はですね、積極的果敢にですね、本来の参加型練習人種をしているかといえば、えー、いろんな私が見て、外,外部から見てるとお、いろんな疑問が多々あります。で、教える側にもちょっと問題があるんじゃないかというところを、まあ指摘しているわけでございます。なるほど。 まあ徐々に一挙には変わらないと思いますけどね。まあでもこういう動きがね、はい、アメリカ式を導入してまあ国際標準化っていうことは日本に、まあある意味では、えー、黒船がね、やってきてしなきゃいけないような状態になって、まあ愛知大学もそうですけども、愛知でもそうですけども、はい、まああちこちでね、かなり変わりつつあるっていうのはとってもいい傾向じゃないかなと思いますけどね。はい。私もぜひ、あの、松先生と一緒に同行して、<laughs> 変えていきたいと考えている次第でございます。またよろしくお願いします。はい。で、コロナ禍でですね、非常に変わってきたのはですね、ズームでいろんな会議ができる、学会ができる、e ラーニングが非常に流行っていると。うん。で、あと、AI ですね、ChatGPT をはじめとする、まあ、成績 AI。あそれから、あと、VR ですね、バーチャルリアリティとか、まあ、そういったものを入れろと経験できる時代が到来したなと考えております。うん まあ、そうするとですね <laughs>、まあ、エベレストを目指すこの一行でございますが、人生を例えるとすれば、まあ、どんなに険しくともですね、えー、一生懸命やれば清々しい気分が味わえると、登頂したときにはすががしい気分にあ出会えるということが、まあ、分かってきたわけでございます。で現在、医師としての以下の課題でございますが、やりがい。 社会、医療貢献のですね、さらなる進展をいかにするかということですね。それから、あとですね、同窓会の会長をやっておりまして、8本の柱を歌ったんですが、まあ、約1.5年で5本の柱を達成しまして、えー、それは、あのー、非常に苦労しましたがあ、このホームページに出ておりますので、えー、ぜひともご,しょご参照ください。 それがあと最大の課題ですが、将来的な夢を抱いて、モチベーションをいかにアップさせて、未来医師を育成、養成するかということが、松先生とも共通しておりますので、ここに書かせていただきました。まあ、これがあのセス2 0 2 3未来医療をやらなければいけないなと感じたラスベガスでの。 動画でございまセス、セスっていうのは何ですかちょっと説明してみますセスっていうのはセスっていうのはですね、えー、っと、東京で言うと東京モビリティショーみたいなもので、うん、あらゆる産業の分野が一番その時代に進化してる未来医療、あ未来、えー、領域、えーね、について、いろいろなそのロボットなり、 えーえー、空飛ぶ飛行機とかですね。うん、じゃあ、医療関係以外のあらゆるあ企業ですね。うん、それを一色体ですね、世界中からのものを展示しているショーです。なるほど。おヒゲショ賞ですね。で、ここのですね、えーと、医療分野でですね、実はあのデジタルツインといって、えー、仮想的にですね、遺伝子を、人間の遺伝子を 仮想的にバーチャルリアリティで映して、どこの遺伝子が悪いかをロボットが的確に判断して、遺伝子を組み替えてまた戻すという章をやっていたのを、うんうん、まあ、赤垣先生という美容整形外科の先生が見て、驚いてしまって、それから未来医療学会を作ろうということを提案したわけです。ああ、なるほどね。うん、はい。これはあの全部お見せしてると時間がないので。 ここは飛ばしてもよろしいでしょうかはい、どうぞ。はい。まあ、こういう感じで流れていくんですが、まあ、最初のさあの、触りだけでございます。まあ、20万人が参加したということでございます。ですね。はい。まあ、節度動画の提供者、荒垣実先生は、こちらに見える美容形成外科医で、沖縄でのも有名な先生でございまして、私と一緒に えー、国際未来医療学会を立ち上げた先生でございます。うん、まあこれが、あのー、私が立ち上げたあ日本先生臨床医学会と国際未来,、えー、未来医療臨床医学会がですね来年の6月22日から23日にかけて東京・大崎ブライトコアホールで共同開催をします。うん、で1日目はあの松先生が取りで 応援していきますので、よろしくお願い申し上げます。興味があれば、若手の医師、若手の高校生、あるいはその他の先生、えー、ご参加いただければ安くしておきます。ここから未来医療とはということですが、未来医療とは現状医療の最先端にする医療でさらに進化した人類がこれから目指すべき、えー、未来の医療のことであります。うん で未来医,医師とはですね、松、まあ、先生のお伝えから引用しましたが、結局これなんですよね、アウトカンベーストメディスン。最初に目標を決めて、それに向けてどう達成するか、どう目標を意識を持って進むか。ね、特に現在のティンネージャーに、えー、対するメッセージだというふうに私は感じております。これ、私が提唱したわけじゃなくて、アメリカの教育理念が、そのアウトカンベーストメディカルエデュケーションというのがありまして、 えー、まあ、最終目標を決めておいて、じゃあ、えー、その前、10年前には何をするべきか、5年前に何するかって、そういうのをね、えー、お,おバックして、えー、計画を立てるって方法ですよね。そうですね。まあ、私もですから、今、こういうアウトカムベースメディシンの下で、いろいろなことをやってます。で、これは、あのー、えっ、ー、と、国際未来医療臨床医学会の私服の設立の、 シンポジウムを6月の25日にやったという証拠で、ございまますす、うん、京都,都メッセで行っておりますでこれはですね、まあ、松先生とのお出会いが偶然であった証拠なんですけども、その日は私もですね、他の病院の勤務がございまして、本来でしたら行けなかったんですが、ある先生から電話がかかってまいりまして、すごいいい話が。 これから聞ける先生にとって一番いいというふうにう <laughs> 私も高速を140キロぐらい飛ばしてですね、事 <laughs> 術に引っかからないように来たんですが、その日はちょうど雨でございまして、渋滞でやはり遅れました。まあ、17時から9月の20日にあったんですが、20分ぐらい遅れで間に合いまして、えー、最後に先生からいただいたのがです、ね、この1枚のパンフレットでございました。それを見ると、医師、医療者の6つのコンペテンシー。 ええー、ということで、コンペテンシー、キーポイントが全てのとりました。これを家に帰って見返したんですね。そしたら、まあ、結局言ってることは何かというとですね、まあ、未来意志への起こりも、マッセンスの趣旨はですね、The future is unwritten, but not unpredictable, ということでございますね。それと、あと、always survival for positive thinking with passion and enthusiasm every day. いう、まあ、この、え二、ー、つの文章に現れているというふうに思った次第でございます。まさにサイエンスアートの道を開けということを、この一枚のパンフレットは物語っているということに気がつきました。ありがとうございますえ。そこでですね、私が気がついたのは、f あ、FACP のですね、ホームページも実はそういうことが書いてあるんですね。うん それに気がついて、今、あの、支部長は、えー、旧姓ゴミ先生、今、矢野先生でございますが、その挨拶文をちょっと引用させていただいてます。うん、で、私も FSCP を2021年3月3日に、えー、取ったという証拠でございます。で、この時点でですね,でね、在校生として私しか持っていない現状でございます。で、まあ、FSCP、まあ、ここに書いてある通りなんですけど、 まあ、松先生が言ってる通りでありますね。まさにサイエンスアートのー理念のもとにですね、FACP というのもや活動しているということがわかります。この FACP の、あの、いわゆるジャパンチャプターっていうのがあってですね、あの、さっき聞いた矢野晴美先生なんかしてますけども、これはとてもいい活動をたくさんされてん、ね、はいる、はい、のでね、若い人は、まあ、特に医師になったり、なったらぜひとも参加されたらいいと思いますね。そうですね。 ま、ここにあのメリットが出ております。やはりあの、リタの精神でですね、えー、地域医療に貢献するというのをやっていただきたいと思います。あと、えー、米国内科学会の上級会員の証拠ということで、やはり一緒に若手医師とですね、メンターと育成に協力できるという利点があります。 うんまあ、未来医療、未来医師に必須な条件としては、ここに書いてありますが、やはり感性を磨くことだと思います。夢を叶えるには、まずはですねこの健康長寿であることが最低必要条件です。うん、ここにあのバンクシーのスティーブ・ジョブズの絵がありますが、天才と言われて若き、えーえー、若い年齢で,です膵、ね、臓がんには勝てなかったので、やはり健康が重要だということです。 未来予防につながって、その重要性をやはり認識する。で、先生医療、未来医療、AI、まあ、IoT、VR 等が重要だと。あと、それに加えて、エピジェネティックな重要性が、認識が重要だということです。まあ、真の気高さとは、過去の自分よりも優れた人間になることだというふうにヘミングウェイが言っています。なるほど。<laughs> まあ、15年後か、あるいは25年後の未来医療はどうなってるかということですが、ますます IT、AI、ロボット医療、あ、ちょっと T が抜けてます。VR 等のツールの発展、未来医療、宇宙医療が実現してるのではないか、うんまあ。例としては先ほどお示した動画の2023年の1月のセスでもうすでにそういうのが始まっているというふうに考えてもいいと思います。うん で、まあ、やがてロボットリハビリ、空飛ぶうドクター,あー、プライベート救急車、ロボット手術の普及、空飛ぶ自動車、再生医療の一般化、人とロボットの共生社会の到来が始まります。そして医師の役割としてはですね、それらのツールとの共生、えー、自由自在なですね、活用による患者への医療的な応用によって患者の QOL 満足度をさらに向上する時代が、 やがてやってくると思います。これが、あの、未来あの医療で、未来テクノロジーの到来ということで、えー、先日の10月の末に行われた、ジャパンで、えー、行われましたモビリティショーですが、ここでもですね、<ー>やはり医療の世界で、エマージェンシーを取り上げられております。<ー>エマージェンシーとモビリティ。これはですね、災害にあった方を、このロボットが運ぶ、 風景でございます。<ー>これはプライベートジェットで、ここに災害を受けた人、被害者を乗せて、えー、運ぶ医療。<ー>そしてもうすでに自動車がですね、このような空間移動型でございまして、うん、えー、もうこの乗った瞬間にですね、バイタルをこの自動車が測ってくれまして、<ー>で、その人にはどういう、えー、なんていうんですか、体型がいいかっていうのをすべて、 この自動車が勝手にですね、あの把握してくれて目的地まで寝たままの状態で行けるという時代が来ている。<ー>まあそれがもう東京モビリティショーで行われているのでそういう時代もうすぐに来ます。そうですね。ね、はい。そういう時代なんでしょ最後の方ですけどもフューチャーとしての夢は何かということですが、まあ、これらのテクノロジーをです、ね、駆使した有能な テクニシャンとしてやっぱり医者はあるべきだと。で、サイエンスを、サイエンティストとしても当然医者は必要なんですが、まあ1と2を考えるとですね、やっぱり統括的なアドバイス、コメントのできる感性、アート的な感覚を持ったアーティストで、まずなければならない。うん、そうそうまあ1から3を全て網羅すると、サイエンスティストアーティスト的なですね、意像を 今後は追求していかないといけないのではないかという結論になります。うん、まあ、ティンネイジャーの人はですね、今から何を考え、何をするのかちょっと考えてみますと、先ほど出ているアウトカムベースということが一番重要なので、まずですね、自分の将来を図式化すること。私が最近、松先生の,あの、えー、講演を聞いてからやりだしたのはですね、系統樹に 成功したが田舎の四角マーク、オープン資格ですね。オープンスケアとクローズスケアを書いて、達成感、達成したものには黒く塗りつぶし、うん、未達成のものは白くして、えー、表にするということをやってます。<あと> <laughs> で、その、まあ、松、ま、先生のお話を聞いて、やっぱ感性を磨かないといけない。まあ、行動の連続が感性を磨くと。 いうことを考えた次第でございます。私もね、この三つ目の点でね、えー、はい、毎日、毎日がいろんな紙に、あの、to do l リストってね、すべきリストを書いといて、ああえー、し終わったらこうチェックしてって、えー、残った分を、あの、やるってまあそういう習慣はもう何十年と続いてますけどね、ああまあそれもアートカンペースのそういう自分の ゴールにのっとってじゃあ今から何をするかっていうことをこリストしておいてね。まあそういう習慣つけるといいかもしれませんよね。はい。私もあの松先生の講演聞いてからこれやってます。<laughs> うん、はい。ありがとうございました。でこれからのティンレンジャーに必須なものですが、まあ今までの話を総合するとですね、感情感性人間力を同時に持ち合わせた未来意志向があこれから重要になっていく。 で感情、感性、人間力も研ぎ澄まされた未来医師でないといけない。つまり、サイエンスとアートが合体した、あそのバランスの良い医師像があ最大の急務であるというふうに言えるかと思います。うんまあ、医師、えー、医療者として的確な、まあ、資質、性格、得意なことは何かということですが、やはり、まあ、最終的には患者さんの QOL を最大限に 配慮入すること、それからあと、ですね自己検算を怠らない、常にアップデートな医療情報を入手するということになって、まあ、総括は最初のスライドのキャッチフレーズがありましたけども、患者さんを家族の一員と思えるか否か、うん、だから究極のサービス業を社会医療貢献として認識しているかどうか、あと、利他の精神があるかどうかが最も重要なことだと思っております。 医師、ねはい、としての自分らしさの反映ですが、常にポジティブ・シンキングな思考、それから十分なあ説得と同意、そして新しいエビデンスとレベルの高い論文を常に読むこと、であ,まあ、あとはいろいろなデバイスを使うこと、そして患者さんをいつも家族の一員として考えて診療することが重要だと思っております。 まあ医師、医療者の良いことからやりがい良くないことは今まで言った通りでございます。まあ医療は今後どうなるか。まあおそらく信じられないような未来医療風景が広がってくる。うん、もう東京モビリティショーが証明しておりますので、えー、これ15年、25年じゃなくておそらく数年後にはもうそうなっていると思います。で、まあやはり いろんなデバイスとかでテクニックをです、ね、駆使できる、えー、未来医師が必要になってくるんですがそこには感情感性、人間力特に人間力ですねえー、持った未来医師像の育成が重要だというふうに考えているわけでございます。まあ、自身の今後の夢ですが世界的に社会医療貢献可能な戦略的未病予防センターの創設ですね。 それから、あメッセジージアレ r n を使った検診やドックに対するオプションとしての導入。あと、先進国内で最もガンで死亡の頻度が少ない国への転換シフト。うん、未,来未来医師の養成、育成、宇宙、えー、未来医療への応用等。等うが、自身の今後の夢であります。うん、まあ最後の方ですが、好きな言葉、後輩へ送る言葉、格言ですが、先定必勝。 これは毎日練習してないとできないので、うんえー、まあ、イコール練習戦に勝負一瞬。それから万事作用が馬、ま、決して諦めない、元気で健康であれば何でもできる。迷わず突き進め、do it。これ映画のワンシーンでございますが、<laughs> it's time to let go とトム・クルーズが言っております。<laughs> それからあと、<laughs> 勇気を持って挑戦し続ければ、やがてチャンピオンへの道が開く。これが好きな言葉でございます。なるほど。 若手に送る言葉としてですね、えー、ここに書いてある通り、えー、それまでに経験したいろんな知識、えー、経験値を活かしてですね、常に挑戦をしていく。で、頭の後ろの目を開いて、後ろは誰も見えないわけですよね。そして、えー、勇気を持って何事もにチャレンジしていけば、その道を邁進できるんではないかということ。若者に送る言葉でございます。どうもありがとうございました。はい どうも福澤先生ありがとうございましたま、えー。なんかスライド自体もそうですし非常に対策でいろんなことを盛り込んでいただきましたけども、まあ、最後の方にね、えー、若い人の送る言葉っていうことをまとめていただいてそこで大体、あのー、聞いてた人たちはあの理解できると思うんじゃないかと思うんですけど、まあ、まあ医療のサイエンス面プラスアート面、まあ、これからねそういう AI とかロボットの時代にいかに まあ、ヒューマン・インテリジェンスがね、すべきことが何かっていうことをまとめてくれて、本当に、さっき言ったあの、本当に10年後にはね、すごい医療が迫ってくるだろうっていう中で、えー、そういうことにやっぱり常に意識しながら、今から何を学ぶか。それさっき言った、えっ、ー、と、アウトカーンベースメディシンじゃないですけどね。えー、じゃあ10年後あんなことになってんだったら、じゃあ今から何を学ぶかってこう、 プランニングバックワードって言いますけどね、それをしながら若い人たちにはね、まあ進んでいってほしいなと思いました。えー、どうも、あのー、盛りたくさんの話いただいて、えー、ここからね、学ぶ人がたくさんいるんじゃないかと思いますけど、先生、最後に何か一言ありますかはい。えー、っと、今回はですね、このような機会をいただいて、まあ、松先生との、えー、出会いはですね、偶然であったんですが、そうですね。い <laughs> ということを感じている次第です。 まあ先生は本当にあの時のあの私の声に駆けつけてくれて最後あのー、ねあの私のところに来ていろんな話しさせていただいたんですけど僕がこう考えてやってきたことと先生がね今まで多分今日話していただいたかなりもうこう一致するとこがたくさんありますもんね。えー、そうなんですよ僕もびっくりしていますもう本当にあのありがたかったです。あとんでもないです。<laughs> 目,目から鱗というと。とんでもないですけど。 まあ私は、あの、医学の道をや、<せ>医学教育の道をやってきてよかったなと思ってます。あ,あなるほど。それは嬉しいですね。私も、はい、今はそんなんでね、日本とハワイと行き来しながら、あちこちで活動してますけども、まあ、先生、愛知から、えー、愛知大学、医大,医大中だけじゃなくてね、これから未来、それからそういう先生医療みたいなことのね、学会立ち上げられて、まあ、あれは本当にね、今後の若い人にとっては非常に重要な学会じゃないかと思うので、会員数がどんどん増えてくれればいいかなと思いますけども。<laughs> ありがとうございます。もしまた、医学教育のですね、ボランティア活動に私も入れていただければ。あ、また、そうですね。そういうメールリストとかね、仲間のグループがたくさんいるので、先生にも参加していただいて、ことあるごとにまたお願いすることはあるかもしれませんけども、ぜひともハワイの方にもね、いらしてください。先生。 この間はあの会議で行ったもんですから観光はほとんどできなかった。そうですよね。今度はあの観光も兼ねて行かせていただきたいと思います。是非、ねね、と,ともお見に来てください。はい、その時はこの忘れないでこのあの写写をして来てください。ね、はい、はいお。お待ちしてますんで。はい。どうもありがとうございました。マハロですね。そうですね。アロハマハロです。失礼、はい、し,します。